中田、北沢を走らせる。その北沢、ロペスが走り込む。左には相馬が開いている。右には中田。ホイッスルが鳴って日本ボール。再三フリーキックのチャンスがありますが、はい、やはりそれだけ韓国は厳しい状況に今来ていると見ていいですか。そうです、自分たちでパスミスをしてリズムを崩して、はい、一人一人が一歩一歩遅れている。ですからファウルが起きてしまうんですよ ね、 こういうふうにね、はい、ですからそれはなぜかというと日本が積極的にプレーしているからだと思います。日本の前に赤い壁は7枚、カズ、ナナミ、中田といます。浮かして中田が前に送る。北沢、これは空振り。決定的だったですね。ドレーシュートを狙いましたがヒットせず、惜しいチャンスを日本潰しています。素晴らしいトリッキーな、ね、トリックプレーだったんですけどもね。サインプレーは見事でしたね、はい、今、はい、